高然寺は、鳥取県鳥取市に所在する、大幕州の寺院。三号は、龍峰山、鳥取藩主池田家の菩提寺である。寛永九年、池田三中が、岡山藩より、鳥取藩に天保となった際、お寺で、初代岡山藩主にあたる池田忠次の菩提寺を、家臣団が鳥取に移したことに始まる。この際には、臨済宗明神寺派の寺院で忠次の院号である。 流氷院伝より高徳山隆法寺と名乗っていた。その後、住職は、大爆宗への転校を願い、三中はそれを認めた。しかし、明神寺はこれを不服とし、転校を認めず、両社間で葬儀が起こった。結局、三中が没した後に事後を返納することで和解が成立した。元禄6年に、三中が没し、翌年の元禄7年事号が明神寺に返納された。 こうして、大幕州に改修され、三中の陰号である、光善陰殿より次号が、龍峰山光善寺と改められた。その後、藩により、光善寺の林地に、再び竜邦寺が建立され、忠次のほか、照正、忠王の位牌が移された。池田家の菩提寺ではあるが墓所はここにはなく、鳥取四国府庁奥谷に墓所が造営された。江戸時代は、鳥取藩主池田家秘のもと、 仙台藩伊達家の王都市寺、長州藩毛利家の東光寺と並んで、大幕州の三大総林として栄えた。しかし、明治時代になり、廃藩地検以後は、藩の支援が途絶え、経済的危機に見舞われた。このため、本堂の売却を希望し、火災で本堂を消防した兵庫県、三方郡新温泉町浜坂の龍雲寺に、明治21年に移築された。現在の本堂は、 鳥取藩主のお玉屋であった唯一現存する江戸木の建物である。書院庭園、旧正三景の丘陵を生かして、月山都市、麓に行け、その対岸に書院を配する、書院作りの宝来山水、地仙鑑賞式庭園で、策定時期は江戸時代初期と推定されている。日本庭園下体系において、茂森未霊、茂森監督が絵画的表現美を誇る衣装。 三院を代表する名帝の一つと絶賛している、尾崎放祭の区費。ありがとうございます。